ない大切を守るのはとても難しくて、ただ好きでいるだけじゃダメだって何度も気づくんだ。手のひらも目も耳も数が決まって出たりやしないから、きっと知らず知らずのうちになくしたものばかりだ。人と違うで切り分けられたくない、いやそうじゃない、あなたの正解はあなただけが持っている。何も知らない奴の目に映るあなたの姿まで守らなくていい。思い出してみて本当に好きでいて欲しい人、時にうなずけない日々分けられ